セブンイレブン31コラボウィーク。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。ご存知の方も多いと思いますが、明日からセブンイレブンと31にてスプラス3のキャンペーンが始まります。一部商品はもう売ってるとこもあるんですけど、基本は明日からです。数量限定のものもありますので、ぜひ最後まで見て後悔しないようにグッズを集めましょう。まずはセブンイレブンからご紹介です。セブンイレブンスプラトゥーン3キャンペーン、オリジナルメニューと限定グッズなどをご紹介。というわけで、見捨てるしてしまったらごめんちゃい。コラボメニュー全部で8つあります。1つ目、リンゴとマスカットの縄張りバトルゼリー。スプラ3のイメージカラーイエローとブルーをリンゴ味のイエローゼリーとマスカット味のブルーゼリーで見事に表現しています。涼しげな色合いですし、暑い日のデザートにぴったりです。2つ目、メロンパンカスタムブルーベリー。まず名前がいいですよね。武器の〇〇カスタムみたいな感じで命名されています。そして中身もセブンイレブンで普段売っているメロンパンをカスタムしたものになっています。生地はブルー、味はブルーベリーです。この相方となっているのが3つ目、リングドーナツデコシュガー。こちらも普段売っているリングドーナツがイエローとブルーにデコレーションされています。甘さ控えめらしいので甘いの苦手な方でも楽しめます。4つ目、揚げ揚げイカメンチカツバーガー。もう名前が全部エモい。ロブの売店揚げ揚げフードから名前を取ってますね。イカがたっぷり入ったカツをもっちりしたバンズと一緒にお楽しみいただきます。バトル前にこれを食べれば調子揚げ揚げ間違いなし。5つ目、いちごゼリーを塗ったイカス杏仁豆腐。杏仁豆腐の甘さといちごゼリーの甘酸っぱさが絶妙にマッチした一品です。果肉入りなので食感も楽しめます。6つ目、欧風ビーフ VS バターチキン縄張りバトルカレー。2種類のカレーが一度に楽しめる贅沢なカレーライスです。最後は2つのカレーを混ぜて食べても OK。 3つの味が楽しめちゃいます。これら6つのコラボメニューはすでに販売されている店舗もありますが、その他のキャンペーンと合わせて明日から発売の店舗が多いと思われます。リアルでもスプラトゥーンを楽しめる機会はなかなかありません。ぜひ活かしたメニューたちをお楽しみください。また遅れて2つのコラボメニューも参戦します。9月3日土曜日よりシーフード味ラーメン、イカスミ味ラーメンの2種類も順次販売予定です。全16種あるステッカーもついてきますので、こちらもぜひ食べてみてください。個人的にサイゼのイカスミパスタ好きだから、イカスミ味ラーメンめっちゃ気になってんだよね。続いてキャンペーンのご紹介。こちらは数量限定かつ先着順です。ご注意ください。1つ目、ボトルマーカー全8種。対象のドリンクを買うとペットボトルの上につくボトルマーカーが1つもらえます。お気に入りの武器を飾りましょう。2つ目、キーホルダー全4種。対象のお菓子をまとめて2つ買うとキーホルダーが1つもらえます。表と裏で色が変わるリバーシブル仕様のようです。いろんなところにつけられますし、個人的にはこれが一番欲しいです。3つ目、 A4 クリアファイル全4種。対象のアイスをまとめて2つ買うとクリアファイルが1つもらえます。なんと2枚つなげると1つのイラストになる仕様で、これはぜひともコンプリートしたい特典です。3つとも明日9月1日から開始となります。繰り返しにはなりますが、数量限定かつ先着順です。欲しい方はお早めに足を運びましょう。また同じく9月1日以降であれば、スマホアプリマイニンテンドを使いセブンイレブンに GPS チェックインすると4種類の壁紙がもらえます。こちらは数量限定ではありませんので、セブンイレブンに立ち寄った際はぜひご利用ください。お次はスプラトゥーン3のお菓子をご紹介。1つ目、グミ。イエローのイカ型のレモンソーダグミとブルーのタコ型のグレープソーダグミが入っています。パクパク食べ過ぎて太んじゃねえぞ。2つ目、ステッカー付きリングスナック。シーフード味のスナック菓子にステッカーが1枚付いてきます。僕これネットで箱買いしたので、そのうち20袋届きます。3つ目、武器コレクションイカス復刻版 with ステッカー。ソーダ味のガムと武器のフィギュアが入っており、専用台座とステッカーも付いてきます。机の上にちょこんと置いておくだけでも可愛いので、これはおすすめです。またお菓子は入っていませんが、イカマスコットというストラップもセブンイレブン店頭で販売されます。これも可愛くていいですよね。ステッカー付きリングスナックと武器コレクションイカス復刻版 with ステッカーの2つはネット通販でも購入可能です。概要欄とコメント欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。なお、ネット通販の発売日は9月12日になりますので、今すぐ欲しいという方は店頭で買いましょう。9月3日からは1番くじもやっちゃうぜ。ということで、 A 賞イカタコブランケットインクッション全2種、クッションとブランケットの紙セット。ブランケットはクッションの中に収納可能でございます。これめっちゃいい。 B 賞縄張りバトルサウンドクロック、アラモンガクリックバイトデモバージョン、これは聞いてみたい。 C 賞バンカラグラフィティ T シャツ、サイズは L のみです。お気をつけください。
D 賞イカスソープディスペンサー、これ可愛すぎるだろ。 E 賞縄張りバトルスタッキングカップ全4種、カラフルすぎる。 F 賞デザインタオル全7種、種類がめっちゃありすぎてやべえ。 G 賞ラバーキーホルダーコレクション全8種、バッグとかにつけて。ラストワン賞小ジャケぬいぐるみ、相棒を手にするのは誰だ。こんな感じのラインナップになっています。ラストワン賞目当ての方が多そうなので、全部買い占めちゃう人も中にはいそうですね。繰り返しになりますが、こちらは9月3日土曜日からです。今週末は早起きしてセブンイレブンへゴー。セブンイレブン最後のグッズ紹介です。1つ目、タンブラーブック、イカバージョンタコバージョン、可愛いイカちゃんタコちゃんのタンブラーが販売されます。こちらは9月2日金曜日から発売でして、ネット通販でも購入可能ですが、マイニンテンドーストアではすでに売り切れていますので、欲しい方はお早めに。2つ目、ダイカットコインケース全6種、背面にファスナーがあり、そこに小銭や小物を入れられるぬいぐるみ型のコインケースです。バッグにつけたらめちゃめちゃキュート。3つ目、バスボール全12種、お風呂をインクで染めないかということで、マスコット入りの入浴剤です。どのマスコットが出てくるかはお楽しみでございます。なお、マスコットは温度で色が変わるらしいです。面白い。4つ目、ぬいぐるみ全6種、これが多分相当人気なんですよね。アマゾンでも似たようなものを売ってたんですけど、現在は全て転売価格になっているようです。定価は1760円ですので、店頭でもオンラインでも欲しい方は見つけたら迷わず買っちゃいましょう。可愛いです。さあ、待ってました。31スプラトゥーン3の3とかけてコラボしたんじゃないかなと思われます。まさかの PV が2本も作られているので、そちらを見ながらご紹介していきましょう。まずはコラボフレーバー、イカスソーダ&グレープ、グレープ風味とソーダ風味のソルビにパインリボンとチョコパフでアクセント。テーマカラーも再現されていていいですよね。シャーベット状なので暑い日にはぴったりです。そしてもう一つの PV はこちら、3種類のダブルカップを展開、さらにソースをかけて飲むナイスなゼリーソーダ、これまた色が綺麗なんですよね。めっちゃいい。さらにさらに専用の箱や台座もついてくる、アイスが8個入ったバラエティボックスも登場。そしてとどめのデコケーキ、ケーキも自分で塗って楽しめちゃいます。ただ食べるだけじゃなくて遊び心あるのがまたいいですよね。美味しいバトルの舞台はここだ。ということで31コラボキャンペーンも明日9月1日から実施されます。公式サイトの補足情報を見ていきましょう。まずダブルカップですが、3種類あるカップから好きなものを選び、さらに好きなアイスを2つ選んで購入できます。アイスの種類がカップごとに決まっているわけではないのでご安心ください。また先着31万名様限定でデコケーキについてくるイカもしくはタコのクッキーがダブルカップにもついてきます。お次はナイスなゼリーソーダ、ブドウフレーバーのゼリーが入っていて、そこにグレープ味とレモン味の2色のソースをかけて完成。甘酸っぱくさっぱりした味わいのようです。見た目が綺麗に映るようかなり研究して生まれた新商品らしく、これは個人的にも買いに行きたいと思っています。バラエティボックスは食べ終わった後もグッズやフィギュアを収納したり飾ったりできるのが嬉しいポイントですね。アイスが8個なのは4対4をイメージしているようです。最後デコケーキは好きなベースケーキとポップサイズのアイスを6個選んで注文。その後自分で2色のインクのようなミルクソースでデコってクッキーやピックを飾って完成。ケーキを飾る台紙もついてくるようです。これは見てるだけでもワクワクしますよね。バンカラ街のテーマ混沌っぽさも少し感じられて、コラボメニューとして完成度が高いと思います。そして9月1日から9月29日までの期間中、31でマイニンテンドーの GPS チェックインをするとコラボステッカーがもらえます。セブンイレブンを巡って汗をかいたら31を食べて涼みましょう。というわけでいかがでしたでしょうか。豪華コラボですよね。どれも食べたいし欲しいものばかりです。それゆえに品薄になる可能性は十分にありますので、とにかくお目当てのものがある方は早めにお店に行きましょう。なかなかないコラボだと思いますので、この機会にぜひ。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモー。それではまた、アディオス。チャンネル登録よろしくね。